はい、こんにちは。おととい、ティテルさんが恒例の火曜日のライブをしていました。また1時間ぐらいの長さなので、早速内容に行きます。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。11月8日のブラッドムーンは、津波のようなエネルギーを運んできました。これを機に私たちの周りで起きる変化は、これまでに見たことのないような変化で、次のブラッドムーン、 2025年3月13日または14日まあ住んでるところによって違うんですけどそれまで強くなっていき2025年から2032年が7年間の寒難となりますブラッドムーンのエネルギーは人間だけでなく他の動物そして地球そのものに影響を与え記念碑のような大きい変化をもたらします これまでの過去とそれに関する感情と向き合うことで今後起きることへの対処にも影響があって祝福とスピリチュアルのアセンション上昇があるでしょう。ただ、過去の自分、過去の感情と向き合わない人は残念ながら今回のサイクルに乗ることができません。このエネルギーは体、心、そして感情に影響を与え、周りの人々も同じように影響を受けているということを理解しましょう。 火曜日の朝4時2分にブラッドムーンとなって、その津波のようなエネルギーにより地震が起きたり、急火山が噴火したりするでしょう。前から言っていることですが、二つのプレートがぶつかり合って弾けて、マグニチュード7以上、記録史上一番大きい地震が発生します。津波が起き,起きても不思議ではありません。エネルギーの波にサーフィンのように乗るか、 それとも波によって冷たい水の中に叩き落とされてしまうかどちらかですが自分の感情に向き合わない場合にはその水にさらに深く入ってしまうことになります新しい病気が出てきます普通の風邪やインフルエンザで1週間以上寝込むこともあるかもしれません自分の過去に直面し過去の感情で引きずっているものがあれば 自分の体、心、精神、そして感情をいたわるようにする必要があります。さらに、これまで気づかなかった人々の側面に気づく時でもあります。悪魔が顔を覗かせる人、簡単に腹を立てる人、人を侮辱する人など、私も、私って、キテ,テルさんね、私も友達だと思っていた人の新しい側面を発見したばかりです。そういうことがあったら、 そのの人人ははは私たちの人生にはもはや関係がないといととうことです世界,世界レベルあと個人レベルで起きている出来事がいかにネガティブに見えたとしても特に恐怖の闇に落ちてしまいやすい人は目と心をはっきりと開いていればポジティブなことが見えるとスピリットが言っています。 大きな多くの予言者たちがこれから困難な時代がやってくると予言していますが恐れるのではなく最終的に未来はみんな大丈夫だと信じて備えればいいのです選挙についてバイデンは選挙を否定する人々が脅威になりうると発言しましたが私に見えていたのはたくさんの嘘でした「スピリットは真実が出てくる」「新地球に移行するためには あらゆることが公平でなければならないと言っています。バイデンはまた必要なものを買っておけとも発言しました。彼は我々が知らない何かを知っているのでしょうか。インフレと2022年のロックダウンからの様々なことの結果として食料不足がやってくると言っているのでしょうか。中国政府は国民に1年分の食料を備蓄するようにと言っていて、 中国では買いあさりが発生しています。ニューヨーク・タイムズはアリゾナ州での投票機の問題が起きたので、右派が選挙に不正があったと訴えているという記事を書いています。投票用紙を配布することがアリゾナの判事に認められませんでしたが、現代のテクノロジーを使って公正な選挙を行うことはできるはずです。そうならないのも、 アメリカを貶めようとしているのののも彼らの計画なのです昔は好きだったオプラ・ウィンフリードクター・オズをまるで崇拝しているような感じで親友のようにとても仲が良かったのに今回ドクター・オズを思い切り攻撃しています彼らによってオプラはそうさせられたんでしょうね学生ローンの免除も そんなの自分が1年前に予測していた大恐慌には焼け石に水です1930年代の大恐慌のビジョンが見え同じようなことが近々やってくるのが見えて、ずっと見えてきましたがそうなるかもしれないというよりも避けられない状態になっています今回の投票でアーカンソー、メリーランド、 ミズーリ・ノース・ダコタで大麻が合法化されることに決定しました。連邦政府から州が離れつつある今、州の収入を増やすためでしょうね。選挙の後の今後のシナリオですが、カオスになるのは避けられないでしょう。ブラジルだけでなく、世界中で人々が立ち上がっています。今は大変化の時。 共和党が勝利を発表したらまた暴動が起きて街が燃えるというのが一つ目のシナリオ。一方で、もっと現実的なのは前回と同じことが起きて今の政府は変わらないというシナリオです。残念ですが、こちらの結果になるでしょう。変化を起こすためには、 テクノロジーを駆使して間違いや不正が起こらないように選挙方法そのものを大きく変える必要がありますただ民主党が不正をした場合今回はちゃんとバレて捕まるでしょう JFK の暗殺からアメリカはすべてのことがずれてしまっています二つの政党が陰と陽のようにバランスを取るべきなのにお互いを嫌って 分裂ばかりしししてていいまます以前第三の政党が出てくるという予測をしました次、目視録6章11節から13節で、第6の封印が解かれると大地震、大地震が来て、太陽が黒くなり、月は赤くなると言っています。これは2025年3月13日14日のことだと思います。 2011年か2012年のロシアのテレビ番組で音が全く出ない光線を使って地震を起こすことができる装置をすでに持っているとはっきりと言っていましたポセイドンと呼ばれていますたった今スピリットが「ポセイドンと地震は全く別のものだ」と言いましたポセイドンは津波を起こす装置でロシアの地震を起こす装置とは別のものです アメリカとロシアの間で地震の戦争、地震戦争が勃発しようとしています。大規模な太陽フレアの後、2023年1月に地震が起きます。ヨーロッパでとても大きな地震が発生し、ヨーロッパの大きな部分が揺れるでしょう。これまでに見えている2つのプレートがぶつかり合って弾けるというのはヨーロッパのことなのかもしれません。 イタリアでは火山活動が起きていますイタリアと今口にまだ知らない何かが隠れているのか私が以前言ったようにヨーロッパでの大地震のことなのかは分かりません地震について新しく見えたのはニューオーリンズです1週間ずっとニューオーリンズが見え続けています それほど大きい地震ではないといいのですが、数回地震があって、フロリダ、テキサス、ジョージアにも影響が出るかもしれません。ニュージーランドの沿岸部にも地震が起きそうです。これは、今朝スピリットが見せてくれたことです。先週、日本では311と同じ地域でまた地震が起こりそうになっているという話をしたばかりですが、ニュージーランド、 オーストラリア、あとは場所を厳密には限定できないおそらくオーストラリアとニュージーランドの間にある小さな島々での地震にも要注意です2023年1月に地震が活発になりますエネルギーシフトの起きる2023年1月は緊迫した1ヶ月となります もう少し気象、天候の話をしましょう。多くの地域でこの10年ちょっとで一番寒いぐらい寒い冬になります。何ヶ月も前に予測したことです。一方で、これも前から言っていることではありますが、いつもは寒いはずのところで、おかしいくらい暖かい冬となります。スピリットがたった今言っているのは、ネバダ州、ラスベガスのあたりで雪が降るだろうということ。 ワシントント州では大雪他の地域は凍結氷に注意ですずいぶん前にオレンジが凍ってオレンジ不足になる話をしましたねフロリダはターゲットの一つ彼らのターゲットの一つテキサスジョージアもターゲットにされていますグリッドがダウンする話もずいぶん前からしてきています大規模な停電に注意計画停電が今後増えていくので ジェネレーターを持っているといいのかもしれませんがその燃料のガスを求めて長蛇の列ができるビジョンも1年ちょっと前からずっと見えています彼らは嘘や恐怖を我々に植え付けようとして燃料という意味のエネルギーだけでなく我々のエネルギー波動にも攻撃を与えていますなので1日に何回か場と シールドを整える必要があります。スピリットはスマートメーターを世界中に設置するのが彼らの狙いと言っています。スマートメーターを使って燃料の使用量を制限したり、完全に止めたりするようになるのが見え、特にこれはカリフォルニアで発生するでしょう。えっと、すいません。なんかここで余談なんですけど、私カリフォルニアです。もうスマートメーターは 何年も何年も前にいつの間にか設置されていました。えっと、戻ります。スピリットは燃料を使う量によって使用できる量が制限されたり、あと料金が変わったりするだろうと言っています。一昔前の携帯電話のようになるでしょう。個人的には、個人的ってティテルさんは、ソーラー発電を2つ買う予定です。屋根の上に パネルを置くタイプではなくてバッテリーウォールが必要ないタイプのものです石油の生成所での,での火事が続きましたね彼らはまずは食べ物次にガソリンプロパンその後電力の順に奪おうとしてきます世間ではエレクトリックカーが強く推奨されていますが一度の充電で走れる距離は18マイルくらい充電には27時間かかります 急いでいるときに急速に充電できる充電ステーションに行くと90ドルかかります。ガソリンの使用をやめて電気の車にしようというのは、我々にとってはかえってコストが高くなります。産油国のサウジアラビアでもエレクトリックカーのブランドができ、そちらにシフトしているのはなぜでしょうか。アーロン・カーターが亡くなりました。彼が亡くなることは私には見えていませんでした。 バスタブで亡くなったそうです有名人が赤いネクタイで亡くなるのが続いたように同じようにバスタブで亡くなる有名人が続くかもしれませんアーロン・カーターは亡くなる前にカニエ・ウエストに何か言いたいことがあったカニエを助けたかったようですカニエがアーロンをとかイルミナティがアーロンをとかいろいろと噂になっているようですが そのどちらも私には見えませんイーロン・マスクへの攻撃が続いていますね彼は民主党から共和党に変わったようです彼については怪しい宇宙人かもしれないと思っていてよく得体がわからないのですが大量解雇アルゴリズムの変更に続いて来週もまだまだニュースが出てくるでしょう FBI がニュージャージーのシナゴーグへの攻撃の可能性の警告をしたようです。ニュージャージーにはユダヤ人の友達がたくさんいるので何事もないことを祈りますという内容でした。以上です。で今回は何か予知予測っていうよりもたまにあるんですけど解説と個人の意見がかなり多かった印象でした。もう長くなってしまったのでちょっとだけおまけです。これ はい、今バックグラウンドが白だから見えるかもえっとライブで「滑り比喩の話が出ましたよね。名前も見見ええるかかな見えないかでその「滑り比喩って日本に私いた時知らなくてですねこちらにもあるのかしらと思ったあるんですよ。で「欲しい欲しい」って言ってたら種をくださった方が出現しました。 これちょっともうちょっと調べていつ植えればいいのか分かりませんが植えてみたいと思います。ではまた「Stay safe, stay healthy」。